サンマの方。行ってきまーす。まず、成績はこちら。これはすごいいいですね。確率444。ね、はい。ただ、まあ、117戦なんで。そして、あと、メッセージは、2点ね、はい。成績は見たし、トップ取り意識。はい。3万5千スタート4万返し、1着40、2着マイナス10、3着マイナス30。2着4万点浮きの場合？ああ、はいはい。そういうことね。フリーのような。はい。減点というか、4万点基準にして馬が変わるというルールね。はいはい。ちょい複雑か。2着でも4万超えるかどうかで2万点変わってくると。っていうルールがあるんですよね。そういうルールがね。で、想定、リアルの友人戦のため。はい。じゃあ見ていきますか。まあ、トップだったらまあ別に点数関係ないけど、2着の場合は一応4万点超えるかどうかがちょっと収支に関係してくるっていうルールですね。やっていきましょうか。読めてきます。まあ、サンマなんで、サンマは結構、なんて言うんだろうな、まだ、100%戦術も確立してないので、まあ、あくまで俺はっていうような感じで見てもらえたらいいかなと思います。とにかく、親、ドラが今。はい、あと、天鵬はサンマの中でも、積もり損はありのルールだから、リーチには降りる。ことも結構あるルール。で、あとは、抜きドラペイはある。あと、まあ、ペイ抜いてロンできるとか、まあ、それは置いといて、ほぼ出ないから。そんな感じか。はい。まあ、基本的には、抜きドラあるルールでは、まっすぐ打ってね、自然と高くなるんで。はい、いいシャンテン。まあ、いいと思います。チーソーもウソーも。はい、いいと思います。はい、これテンパイか。はいはい、ツーピン切りダマ選択か。ああ、俺パーピン来てリーチしますね。親だし、もう即リーで。で、まあ一応赤受けで。まあ、スーピン切るか、パーピン切るかはちょっと迷うけど。まあ、サンマーなんでね、もうなんか、苦しくても積もれるっていうゲームかな。牌の種類が少ないから。牌の種類が、普通の4マは34種類に対して、サンマは、27種類なんで、トンナ、1、2、3、2、3、4、7、7引いてね。まず2からな。27種類なんで、27分の1の抽選受けれると。で、スロットとかやる人だったらわかるけど、4枚あるってことは27分の1で積も抽選受けれる。レバーオンで。それをまあ、どこまでやれるかわかんないけど、まあ少なくても5回、6回だってね、27分の1なんて結構積もれる数字なんで、まあ、もう基本はテンパイ即利。で、その間にペイ引いたり、イーピン安換したら今回だったら高くなるしね。4マだと結構牌の種類も多いから積もりに行くっていうよりなんか、やっぱ出上がりも期待で、引っ掛けでスーピンとかやるんだけど、3マだとちょっとその1枚も俺は増やしてパーピンリーチします。っ
手代わりももうそんなないんで、これ。はい。で、弾を選択した。ああ、はいはい。ちょっとマシリーチか。まあ、4マっぽいよな。3マでやっぱり、こういう、なんて言うんだろうな。引っ掛けたから、じゃあすぐ出ますかっていう話だから。まあ、手出しつもぎりもそんな見てない相手だと、なお、つもぎりか手出しかよく見てないようなメンツだと、まあ、出やすいか。ただまあ、結局、3から7の牌は全知されたらそんな出るわけでもないし、まあ、基本は即リーで、その間に積もっちゃうのがもったいないかな。まあ、積もり損ありだから、まだいいんだけど、やっぱり、普通に。ただ、まあ、リーチ打ってくれてよかったです。で、意外とちゃんと降りてんな。まあ、結果論良かったけど、全知されなくても。まあ、早めにリーチしといて、降りして、だだ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 だ。リーズもドラドラ逃していく。はい、親で連チャンで、普通に行くだけ、ペイ抜き。何キル。あ、そうか、3人だから、なんか早っと思って。いつものタンタンタン、自分、タンタンタン、自分のつもりだったら、なんか、感覚がおかしいから、タン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 の時点で自分切ってるから、ちょっと頭が今、パニック起こした。タンタン、ちょっと、手抜かんといて。タンタンタン、タンできるから、ちょっと頭バグった。いや、これ、リアンソーね。はい。リアンソートーンは。俺はトーン切ってるかな。ダプトンか。ペイ抜きドラ1枚。まあ。ペイ抜きドラ2枚。おお。チューンアンコタンか。はいはい。まあ一応こういうのも3マと4マの違いとしたら地位ができないってとこだね。まあだからって言ってこの4連携嫌って老装って言いたいわけじゃないんだけど、老装だとおかしくないよね。もうこの時点でチュンドラドラあるし、E ピンポンしたら7700、高打点だから、あとは、ソーズがただ下茶はあんまり使ってない感じとかあると、別に何らおかしくないんだけど、もしこの手配で迷ってるぐらいだったらもう老装切っちゃっていいんじゃないっていう感じかな、俺は。明確になんか、いやいや、この手配数ピンでしょってなんか、いうぐらい自信持って切ってんだったら全然いいと思います。俺は結構ね、もうなんか、自信持って数ピンとか、ヤンピンとか、ローピンとか、そういう手に見えないから、俺結構ローソー切っちゃうかな。4馬だとね、チーして食い伸ばしできるんだけど、3馬だとまあできないし、結局チー点も取れないから、4、5、7、8引いて4馬だったらやったーって言って、あ、チュンドラドラ、あ、チュンドラさんか。数層引いてチュンドラさんだったらじゃあチーするかっていう、そのチーもできないんで。だから、まあこれはちょっと俺が特殊かもしんないけど、これ老装打つ、俺は。ただまあもちろん、形によって、ちょっと形によって変わってくるし、まあ今回、相手の顔によってもね、変わってくるんだけど、そういう感じ、イメージとしては。3マチーできないから、引いたとしてもチー点取れない。もちろん食い伸ばしも数層チーもできない。っていうのがあるから、はい。一応これ来ちゃうと3ピンウーピンのね、当たり前だけど、ウーピンか。ウーピンのね、ロスになっちゃうし。で、伸びていった。よかった。二巡で、テンパっちゃって。俺は完全に逃してるかな。まあでもこれはまあこっちのが普通かなと思います。さすがに4連携とか大事にして、3番だとすぐ手変わるんで。ただ俺がかなりやっぱりポンテンとか意識強くて、ちょっとあれなんだけど、これに関しては全然いいと思います。初めから俺も全否定してないしね。別にね。はい、親でさらに連チャン。とりあえずシャア切る。イーマンから、本質ないからシャアで。自分が本質見えるときはシャア重なったメリットあるけど、自分が本質ないときは人の、他の人の厄介先処理。だから要は、オタカゼに関しては、自分が本質見えないときは、19万より先にオタカゼ切ります。他の人が本質率とかも高いんで、サンマはね。まあ、この時点でシャーポンされる可能性も高いからっていうのもあるんだけど、ただまあ、やっぱりまあ、本質もかなり
ね、牌の種類がピンズとソーズしかないから本一を結構やってくる麻雀で、自分が本一は見れないっていうんだったらもうシャーから俺切りますな。あ、うんうん、これはシャー、はい、はいはい、うん、うまい、13点、うん、うん、そうだね、ヤンシャンテ戻し、うん、まあいいと思います。これはさすがにね、はい、イシャンテンは三層切り、あ、三ピン、三面固定の方か、うんうん、多分基本的なセオリー的には3層だと思うけど、うん、まあまあ、ね、うん、積もっていく、うん、ダントツだな。はい、とりあえず1球間、1球間つけていく、うん、ちょっと手配な、あー、2チャージとか、うん、そうだね、はい、これまたいいシャンテンで、うん、もう普通にパーソーを切るかな、いい、うん、いいんじゃないですか、はい、56,400点、うん、書店も関係あるって言ってたしね、いいと思います。はい、積もられ、はい、とにかくシャーチャドラがいいそう、これもいいな、早いな、なんか飛ばしちゃうの、ターンターン、ここで離すか、え、シャー切る、あ、シャー吐く切る、ターンターンターン、止める、テンパってた、いい、はい、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8、うん、ハッシュとかはどうにもならん、サンマー国士でハッシュから。あ、九州になった。ん ?2,3,4。まあ、それは流した方がいいと思います。それは4枚よりは格段に酷使期待値高いけど。うん、流す、普通に流します。はい。点数あるって言っても。はい、うん、はい、これで終わり。はい。うん、ペンちゃん落とし。うん、うん、いいね。盤石の。基本的に手がいいな、ほんと。ほう。うん、テンパイ取った。上がる。うん。そんなもう迷いもなく。三層貫通。何キル？パクキル？うん、初キルか、普通は。うん、いいな、もう。はい。ごめん。あの、パクしか来たことない。うん。まあ、それにひっつきなんで、3ピン引いてるやんめん。この点数だからってことか？この点数だから、パク、D のみになっちゃう。うん、いやでも俺やっぱ切ったことないな。これがもつれて、中盤になって吐く切ってポンってされて対応できない可能性あるし、まあここで吐くポンされたらもうその瞬間降りてもいいしな。その相手に。下茶が例えばそう、ピンズの本一って言うならまあ基本的に振らないし、想像切っとけ。うん。まあ、チップとかはないのか。友達と打つって言ったけど、チップはないならまあ、うんうん、まあまあそんなめっちゃ悪いってこともないけど、いや、うん、ここで7も37も切るのか、パーソー3枚切れだしな、チーピンならチーソーの方がいいんちゃう、これ、うん、テンパイで、ああテンパイでもこれ打たないと、パーソーが1枚しかないか、はい、あ、うん、パーソー1枚しかなかったらどうするのこれ、急走外し、ウーピンウーピン、まあいいか、ちょっとまあこれはまあ点数的にもどうでもいいけど、パーソーが1枚しかない場合ウーピン、
反発層固定みたいな。まあただ横の変化はある。急層小層1枚ずつ切れ。なんかマジでよくわかんないなこれ。ウーピンウーピン来ても間髪層が絶望。間髪層を解除していこうと思ったら小層急層とか必要だけど、それも1枚ずつ切れてる。各切ってテンパイもなんか1枚でいいペーコのみ。もうそれもちょっと1枚しかないから。急層で外すか、ウーピンで外すか。まあ基本的には急層で外した方が上がり率は高そうだよな。はい。まあ結局、白引いたってウーピン来たらどうにもなんないから、間髪層じゃ。名本がつくけど。だまあまあ普通に冷静にアイフケン取って言われたらウーピンより急層かなって思うかな。下茶をこれウーピンとか切っていいんか。ローピン、パーピン、キューアの切り順か。わけわかんないか。じゃあもう無視？どうなんだろうね。いいのかな。一応まピンズの本質でピンズはふけたみたいな言わなくていいのかな。難しいね。上がるなら小層っぽんだけど、こんな間髪あるし。まあただまあちょっとね、点数が5万5000点とかあるんでちょっとむずいね。やった。これやばいか。そうだな。まあ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 。まあ、これは自分で考えてくれもん。そうとしか言えんな。こういうのは特殊ケースすぎて、俺が適当なことを言うことはできるけど。少なくともこんな反発層残ってるし、どうせ上がれないから降りるとか言えるけど。まあただそもそも細かいデータはないので。まあこういうのは自分で考えた方がいいな。その人が酷使よくやる人なのかとか。まあただ今回はだからローピンパーピンの後に Q1 でね、ちょっとマジで、まあだけどだからといってじゃあテンパイなのって言われたら微妙なんで。こういうのはちょっと、任せます。ここまでも十分、うまいしね。はい。ただ、5万5000点からって言われたら、めちゃくちゃ悲しい報酬だよね。これが別に自分がなんか2万5000点とか3万点だったら、別にそんなもん、反発層1枚残りとはいえ、別にまあ、しゃあないって思うけど、まあ5万5000あるとちょっとね、どうなんかなってなるけど、まあむずいね。何か記者ちゃドラロースそう。抜いて、これはまあいいんじゃない。まあ試合としては面白くなったというか、フーメントを競ってる、パースを切る、いいシャンテン、まあ普通は両冠両面でスースを切るかな。まあそうです、そうです、まあ一応ちょっとローピンに紛れたからね、 C ピンっていうのもあるんだけど、ローピンに紛れ。スーソー切っちゃうと、テンパイチャンスがスーソーウーソーの、2枚か。同じか。ちょっとこっちの方がいい気がした。スーソーでいい気がした。いい。とりあえずチーピン切っとくか、これは。あ、EP か。EP? EP。EP。EP 切ると、両系テンパイが何もない。さすがにチーピン大丈夫ちゃう？ただ、スーピン残り2枚か。いいか。Cピン切っても結局数ピン引きしかいけないみたいな感じだから絶対安全な方か。そうだね。いいかもしれん。ピン引きちゃう。注意シャンで復活して。
ここでベタ折りしていく。オーラス、トイメント1300点差上がればいいだけ。ちょい割るか。はい、手抜き。え？何しようこれ。国士ってこと ?1、2、3、4、5、6、7、8。いや、もうペイ抜きしかない。終わりだな。あー、そっかそっかそっか。ラスカヒマじゃないのか。なんだっけ？え？マイナス 30？ ん？ん？プラス 40？ プラス 40？ マイナス 10？ マイナス30じゃなかった？そうだね。プラス40。で、3万5000、4万返しね。いや、もう普通に3着で。2万点あるし。うん。さすがに無謀かな。うん。もう、普通にペイ抜きで。意地でも。まあ、ここは冷静かな。国手って、まあ、悲しい展開だったけど、冷静に、ペイ抜き。さすがに、厄介がいっぱいあるし。重なっても厄介で上がるってやらないと。まあ、例えばペイ抜いてそこに吐くとかあっても、今ここで吐く重ねないと、吐く切られちゃったらそれで終わっちゃうから、それが一巡の命取りになる可能性もあるし、やっぱり普通に確率増やして、ペイ抜きで。うん。4万点超えるのも無理だしな。国士しかないもんな。うん、シビアにいた方がいいかな。三着。うん、でもこうやって意味ないんじゃない？ロースを切った意味が全くない。何がやりたいかわからん。まあ、打牌としてはいいんだけど、もちろん。うん。やっぱ、最初のロースはミスだったってことでいいかな？最初のロースを切って国士見るっていうなら2巡目で抜いてもな。一貫性ないし。そんだったら1巡目だし。うん。いや、意味がわからん。うん、どっちみち4万点超えれないんで、これ。そのね、あの、首。4万点を、だから、4万点超えれないんで、もう、言いまんしかない。うん。急走はやっぱり、普通にジャント候補あるし。とりあえず今、本一は終えるしね、今来てもね。うん、とりあえず基本的には3着角。で、てか基本的には、てかもう3着角だな。そもそもイーソー切っちゃってるから、国士上がってトップもないから、もうイーマンで。オーラスだけ謎だったな。ちょっとこれはきついな。ちょっとさすがにきつすぎてベタ折りで。うん、二人が折り切った。イーマン短期。はい、これもいいね。上がればいいだけ。また変になってきたな。まあ、とりあえずシャーカー。キューピンかペイ抜きかで。あ、ペイ抜きね。はい、うん。一応ね、グケーターツの価値が下がるんで、サンマだとね、チーができないから、E ピンからリャンピンとか引いて、ペン3ピン、それチーできないから、結局面前で自分で引いてこなきゃいけないから。うん、こういうのもちょっと4マとは変わってくるね。リーチ入った。ねえ、中継ぎ数層でまだ粘る。チーソー切らずに、ね。うん、それはいいかな。数層3枚見え。9ピンは泣かないか。9ピン泣きはちょいきついか。相手が間違いは分からん。愚形かも何も分からん。で、ポンして数層。個人的にで言われたら俺数層、9ピンポン絶対してますわ。うん、このまま3万だからな。トイメンの上に上がられたらもうラスやし。うん、まだ順目あるからね。これが残りね、残り5順ぐらいからは、ゆっくりいけるかなと思うんだけど、ちょっとまだ先長いんで、もう9ピンポンで全地体制。基本的には全地体制。もちろん、だからといっても、早々にテンパった場合はいいけど、そうじゃなかったら降りる可能性あるけど、とりあえず9ピンポンかな。
もうこれアンパイなくなっちゃってもいいよ。どうせこんなトイメに上がられたらラストだ。で、自分もそこそこ上がれるし、これ。うん、急ピンポンしたかった。はい、で、まあ、こうなると、だから無理か。トイメに満直か、羽積もって何 ?36000 だから。9000足す6000で1万5000点で本場があるからちょうどまくれるのか。一応羽積も条件はある。うん。うん、まあ、はい、いいと思います。いい、いいけど、何キューピン切らんだ。チューン重なったら名本になるけど、うん、別に自分が切ってるとか関係なしに、まあ、もちろんチューン重なって数ピン数ピン切るかは分かんないけど、いや、嘘、サブロック9層のイシャン点で、チューン重なったら、まあ、この点数状況だと、数ピン切るな。えい。はい、メンタンピンで、そうだね。はい、いいと思います。うん、積もられるか。はーい。まあもうこうなったらラス角かな。装填関係あるなら。えい。なんかザ・サンマって感じだったな。マジで。おい、もう食ってるし。なんだ、トイメンが関して。アクドライチが、アクドライチが、あ、アクドラドラが、まず、ハクドラ2がハクドラ5になって、関してハクドラ6になって、なんかドラ出て、ハクドラ7。やばすぎやろ。やばすぎやろ、この一巡。どんだけ打点上がってんの、これ。ハクドラドラ。は？ハクドラ5。ハクドラ6。7。やば。初めて見た、こんな。やばすぎる、これ。神が降りた。はい。じゃあ、ラス回避した。おめでとう。はーい。そんな感じか。はい。とりあえず、じゃあ、トンバ見てきました。トンバじゃない。1試合目見てきました。どうしようかな。このまま続けてやっちゃうか。分けるか。どうしようかな。サンマ動画。ああ、迷って決めらんない。今一旦ここで動画切るか、また次にするか。あ、どうしよう。あ、どうしよう。決めらんないな。開けるか。今残り30分か。いや、どうしようかな、どうしようかな。開けるか。どうしよう。開けるか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 。開けろ。開けよ。開けよ。開けた。開けた。並び替えたら、たわけ。はい。じゃあ、分けます。じゃあ、3万動画でした。久しぶりにね。はい。では、お疲れ様です。